こんにちは、バブルビーです。この番組は日本各地からのゲストにオンラインで出演していただき、今どうしてますかとお聞きするステイホーム型オンラインラジオ、バブルビーの友達ズームインです。本日のゲストは音楽プロデューサーの新井俊哉さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ご無沙汰してますいや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 、もう本当にご無沙汰です。いつ以来かな、こうやって喋るのは。結構 4,5 年は経ってるかもしれないですね。かもしれない。確かにそうですよね、うん、車でね、新井さんの方の群馬に行って走ったりしたこともあったし、あとラジコン持って行きましたよね。なんかラジコンはもっと前かもしれないですね。もっと前か。ラジコンの後かな。ラジコンの後にも一回ポリゴンタさんと、そう違って、うん、行ったんですよ、ね、あれなんか赤城山かどっかに、赤城と春菜と、うん、あ、行ったの春菜だったかな。春菜ってなんか湖のあるところですよね、うん、なんか夜中の薄暗いところに湖あるところ行きましたね基本田舎暗いですからね田舎基本暗いですねはい。あ、猫の鳴き声が、猫さん、あ、近い本日ゲストの新井さんなんですけども、まあ、本業は音楽プロデューサーをされております、はい、で、まあ、いろんな CM とか、ね、あのアイドルとかシンガーに曲を提供していらっしゃいますけど、軽く自己プロフィールの方をお願いできますでしょうか。はい、新井俊哉と言います。はい、最近は主にテレビの CM の音楽を作ることが、作曲したり編曲したりすることが多くて、はい、でこのという後ろにいる脇田真成さんという人とか、まあ、それ以外にいろんな人の、うん、プロデュースとか、うんうん、したりとかリミックスしたりとか、はい、あとたまに DJ やってますはい、そんな感じです。そんな音楽プロデューサーの新井さんなんですけども、まあ、お仕事はではスタジオと自宅の往復みたいなことが多いんですか。そうですね、基本発注を受けて、うん、自宅で、作曲、編曲して、はい、それで、例えば、どの楽器を生で差し替えようか、うん、そういうやつを差し替えるのは、うん、スタジオ、都内のスタジオ行って、録音したりとか、うん、まあ、あとミックスダウンの時とかも、はい、行ってることは多いんですけど、うん、まあ、行かないことも、みたいな。なるほど。はい、で今こんなかね、コロナのご時世で何か影響って受けてます？はい、そうですね、コロナは3月ぐらいからですよね。3月ぐらいですね。そうですね、3月は、ね、まだその月後半から続いてた仕事が、うん、まあ、そこそこあったんで、うんうん、割とそんなに影響ないかなと思ってたんですけど、はい、まあ、3月もう後半になったらもう途端に、うん、もう全然どこからも仕事が来なくなっちゃって、うんうんうん、やばいなとか言ってて、うん、それで2週間ぐらいなかったんですけど、はいはい、で、まあ、やっぱりそういう録音したり、ね、スタジオは密な空間じゃないですか、うん、そうですね、そうそう、だから集まれないっていうんで、うん、で録音行けなかったりとかして、で結局そのテレビの CM の仕事が多いんで、はいはい、やっぱり映像ありきなんですよね、うんうんうん、そうすると映像ももう今撮影に行けない、うん、集まれないみたいな状態になっちゃって、うん、それで、ようやく4月の中旬ぐらいかな、うんうん、まあ、よくテレビとかでもある、うん、いろんな芸能人の人がリモートで出演したりみたいな、はいはい、ああいうやり方でその映像がまあ、解決し始めて、うんうんうん、でやっぱりそれに伴ってそのミュージシャンもスタジオミュージシャンも自宅で録音できる人と今リモートでやり取りしてるみたいな感じになってきてて、でようやく少し仕事が復活してきたんですけど、まあ、はい、まあ、それでもちょっと量は少ないですね。あ、それは中止じゃなくて延期みたいな形なんですかね。そうですね、その撮影が延期になっちゃったり、うん、もうスケジュールが合わなくて中止になっちゃったものとかも結構あるらしいんですけど、
まあ、ちょっとその音楽の方にはあまりそういう情報は来ないというか、なるほど。なんかライブの現場とかそういうのが結構今ね、なくなったりしますけど、そっちって影響ありました？そうです、僕自体はあの人前で演奏したりほとんどしないので、あのまあ DJ やったりするぐらいなんですけど、はい、で DJ の現場が1個なくなったぐらいですかね、あ、じゃあその、提供する相手がライブが今ないから、そのライブのアレンジがなくなるとか、はい、そんなことは特にはないっていう感じなんですかね。そうですね、あのまあライブごとにいろんなアレンジやったりもしてたんですけど、それでまあ、ライブもなくなっちゃったし、リモートでちょっとカバーとか作ろうかみたいなので、この間、ちょうどこの間作ったのとかがあるんですけど、はいはいはい、まあそういうことはやってますね。なるほどなるほど。ということは、その家にいる時間っていうのは昔より伸びたって感じでしょうかね。そうですね、そのまあこの何年かはでもやっぱりその音楽業界も割とリモート化もそもそも進んでた、はいはいはい、部分もあって、うん、あんまりスタジオにも行かなくなってたんですけど、うんうんうん、もうこのこの2ヶ月とかはもう全く行ってないですね、はい、ずっとステイホーム言われる前からステイホームな感じだったのが、まあ、そうですね、ステイホームの時間が18時間から24時間に伸びたみたいな、いやですね、ずっと自宅っていう感じなんですね。そうですね、まああの夜中にねちょっと車飛ばして山行ったりはしますけどいいですね、やっぱ山ね、そう走る道が近いといいですね。僕も今田舎なんで、あ、そうですね、結構ね走る道がね結構いっぱいあってね、いいですか、楽しいですよね。真っ暗ですけど、なんか動物が出そうで怖いですけど、あ、結構ありますね。俺この間鹿が突然出てきて、おお怖い結構怖い思いしましたけど、怖いです。北海道とかね鹿めっちゃ多いとことかね、うん、あの本当に追突して全損とかね平気であるみたいなんで怖いですね。本当本当、うん、動物はだって車買い替えたばっかりぐらいの時で、うんうん、でもいきなり鹿が出てきて、まあこれダメだとか思ったんですけどちなみに今は車は何にお乗りな感じ？今はね、フォルクスワーゲンのアップっていうやつの GTI っていう、おお、ちょっと珍しいやつ。そうですね、一番ちっちゃい。はいはいはい。アップの GTI ってミッションですか？マニュアル6速で。でおお、楽しいですね、それすごい。めちゃくちゃいいですね。いいですね。ちょっとそれこれ車の話し始めたら止まんなくなりそうですいやいや、それでもまあだからその家にいる家にいて仕事をして、うん、まあその空いた時間とかはその車で遊んだりとか、そうですね、こういうライフスタイル、うん、でもなんか、うん、理想的ではありますね。なんか僕もそういうそういう風に過ごしたいと思ってこうフリーになってますけども、なるほど。まあじゃあ普通にそのコロナの影響もやっぱりあるけれど、うんうん、まあそれでこの全くなくなるっていうこともなくっていう具合です。そうですね。まあこんなことにっていう感じですけど。うんうんうん。ですからまあその特別に何か対策してることとかってあったりするんですか？うん、仕事においてってことですか？そうそう。今そのコロナだから仕事のこれを今やっとこうとかって。ああ。まあ普段なかなかできないような自分。うん。の作品っていうか、はいはい、あの冗談伯爵ってもやってるんですけど、うん、はい、でそれを作ったりとか、うん、それ以外の、うん、まあ本当に全然関係ないような、はいはい、ラブトラックみたいなハウスみたいなのとかは作ったりとかしてますね。まあそれが対策かっていうとそうじゃないですか、まあ、でもそのプライベートでのその創作活動にかける時間っていう感じですね、やっぱり。でまあ、このコロナはですね、いつか終わるとは思うんですけども、うん、収束して、まあ、元通りになった場合、新井さん的に一番やりたいことって何かありますか？やっぱり、うん、まあ、ミュージシャン、演奏する人たちはね、やっぱりライブやりたいと思うんですけど、うん、僕はあんまり演奏してないんで、うん、どっちかというとその、まあ、同じ感覚ですけど、やっぱり DJ して、うん、まあ、みんなで騒いだりっていうか、はい、まあ、楽しんだりしたいなっていうのは。うん、やっぱそれがでも一番じゃないですかね。うんうん、そ
そうですね、まあ、DJ やって人呼んでってのが3密になるからできないみたいなね、うん、感じになってますから、やっぱりそういう場所ありがたいですね、あのとやっぱり本当ですよね、うん、なんかもういろんなことがねストップしてしまっててね、コロナ前って何してたっけみたいな感じにね、もうすでに結構それは思いますね、ねえ、うん、なりつつありますよね、もう2ヶ月とかこうやって離れてると、うんうん、あとね、県境越えるなみたいな風にね、今なってますからね。そうなんですよ、ね。俺だって東京行くときは2つ、うん、埼玉なんか間を挟んでるから、うん、2つの県をまたがなきゃいけない。はい、そうそうね。なんかね、まあ悪いことしてるような気分になっちゃう、それなんかね、最後言われるとね。うん、まあ、だからそれを早くあのなくなってほしいなっていうふうに思いますし、うんうん、まあ、あの遠くも行きたいですからね、またそのね、あの新井さんと車で遊びたいみたいな、あまたいいですね、ありますからね。まだ僕はね、あの一緒の車なんですよ、 DS3 まだ乗ってます。あれ、あの2代目に買った、うん、そうです、そうです、2代目ですね、うんうん、あの京都で買った中古の方ですね。はい、でもあれ、うん、変な壊れ方とかあんましてないですか？ね、いや、エンジンがね、壊れますね。あの、なんていうのかな、かぶるっていうか、エンジンフォルトのエラーがね、出るんですよ。ほんで、1気筒死んで、で、なんか、何回かエンジン、イグニッションで火入れてると治って、みたいな、もう、持病があるみたいで、あのエンジン。それが3回起こってますね。あもう、なんか慣れてきまして、どうせ治るんだろうみたいな、何もせずに自然治癒するんですよね。フランスやってそうですよね。うん。なんでしょうね。まあそういうご機嫌斜めみたいなことがあるぐらいで、うん、あとはそんなに、まあ普通に経年劣化で、なんか部分部分がね、あの樹脂パーツが劣化したりとか、そういうのもありますけどね。内装が劣化しちゃったり。そうそう。さすが抜けてきましたね。ああ。うん。なんかガタガタ。8万キロぐらいですよね。そうそう。ルーギーも8、ちょうど8万キロ超えたあたりなんですけど、ああ9年8万キロなんで、もう結構もうあのガタガタですね。うん、なんで、あの特別給付金でビルシュタインを買おう計画みたいな、ね。いいじゃないですか。いくつですか？ビルシュタインのね、B4 って、もう一番あのベーシックなやつで。あ、黄色くないやつ？黄色くないやつ、黄色くないやつ。もうあの純正品の代替モデルみたいな感じで、黒いやつですね。あれ4万。106の時それつけてましたね。あ、本当ですか、うん、あれ結構良かったですよ。あ、本当ですか。そうで、やっぱり乗り心地変わりました、つけると。だからそこまで劇的には変わらなかったですけど、うんうんうん、若干硬いかなぐらいの感じ。うーん、乗っていけば多分当たりがついて、うんうんうん、戻っていくんじゃないかみたいな。なるほど。もう今ね、もう硬くてちょっとしたなんかマンホールみたいな段差でもガーンってこう衝撃が来るんでちょっとね、突き上げが感じで、このね、10万円を申請して何買おうかっていうのをね、ずっとね、いろいろ見てて、やっぱりビルシュタインのこれショックだなみたいなね。でもあれやっぱりほら、それと持続化給付金とかもね、うん、ま、可能性としてはもらえるかもしれないじゃないですか。はい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 、はい、そうなんですよね。それ全部入ったら何買おうかなとか考えてますよね。そうそうそう、なっちゃいますよそれは。まあそんなね、まとまったお金が一気に入るときはまあないのでね、こう入ると嬉しいですね、うん、はい。というわけでですね、本日はですね、音楽プロデューサーの新井俊哉さんをお迎えしてやっておりますけど、何か告知とかあったりしますか？告知、うん、告知、まあ、イベント関係はやっぱりゼロなんで、なんだろうな、ね、うん、この間やったもので言うと、はい、その脇田もなりさんっていう人の、はいはい、そのオンラインカバー企画みたいな、リモートカバー企画みたいな。はい。それが、2週間、うん、1週間ぐらい前に、うんうんうん、オリジナルラブの接吻のカバーをやって、うん、それでそれのアレンジとかを全部やったのが、うん、お珍しく顔出しでそうなんですね、うん、よかった。オンラインカバー企画ってどういうところがオンラインなんですか？まあだからそのマナリさんの、うん、自宅で、なんか俺がやってるようなレコーディングとかを、うん、その村井さんの自宅でやってもらって、うんうん、でまあそれをネット上にアップしてもらったやつを、うん、俺がこうもらって、はい、それでアレンジして、で
なんていうんですか、その映像と歌撮ったりとかして、うん、あだから一切会わずに終わったみたいな、うん、なるほどなるほど、で完成されたみたいな形だ、そうです、なるほど、で脇田もなれさんの方をチェックすればその辺見れるんでしょうかね、はい、見えますんで、はい、ぜひそれが、新井さんの最近のワークということで皆さんぜひチェックしていただければとCM のやつとか言った方がよかったか、あ CM とかもあればぜひぜひ、まあ、とはいえね今 CM 延長が多いんで、あ、この間、うん、あれだ去年やったやつですけど、はいはい、ね、トヨタのトヨタイムズっていう、うん、香川照之さんとかが出てていろんな、ええ、それこそニュルンブルクリンクとかから始まったりしてるんですよ、はい、うんうんうん、でそれの、音楽を作曲させてもらって、ね、それが、今月だっけな、はい、5月の頭ぐらいに、富士山系グループっていうのの、うん、メディアミックス部門でその、まあ、トヨタイムズの CM 企画自体の、うんうん、対象みたいな、うん、対象ちょっとこれちゃんと調べた方がいいなあ、メディアミックス部門グランプリっていうんですね、うん、一応、うん、第49回富士山系グループ広告大賞っていうのがあって、はい、まあ、それが今年の4月14日に発表されて、でそのメディアミックス部門のグランプリがトヨタ自動車の広告の、トヨタイムズっていうものなんですね、で、はい、それの音楽を新井さんが作ってるということで、はい、グランプリ受賞おめでとうございますっていうことになりますね、これは俺ね、個人的に撮ったわけじゃないんですけどなるほど、でも関係者とかとなんかこの祝杯をあげるみたいなこともあったんですか？ないですね特になく特になかったですね。あ、そうですか。これ賞取ったよって聞いたのもその結構後だったんで取ってんじゃんみたいな、それは終わってからみたいななんとそんなタイムラグがあったということで、はいはい、ね、なかなかとお送りしましたけども、本日はですね、音楽プロデューサーの新井俊哉さんに、お越しいただきました。またですね、コロナ明けた暁にはぜひですね、群馬の方に遊びに行きたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。